ピンポンパンポーン。おいお前ら聞いたか？俺らのクラスに明日からよ。新しい担任が来るみたいだぜ。聞いたぜ聞いた。どんなやつだろうな。てか霊夢、あたいにも一本くれよ。皆様、未成年の喫煙は絶対ダメよ。悪いな、これで最後の一本だぜ。ち、それじゃあしゃあねえ。駄菓子？今日の朝開けたばっかなのに、もうねえとかやべえな我ながら。まあ駄菓子ガレット、うますぎるからな、わからなくもないぜ。駄菓子ガレットって、先っちょが甘酸っぱいイチゴ味で、真ん中の白い部分がヨーグルト。持つところがキウイフルーツ味で、爽やかなフルーツヨーグルトテイスト。今や不良たちの必需品だな。可愛いわ不良。で、何の話だっけ？ハム太郎のヒロイン、リボンちゃんとマフラーちゃんどっちか問題じゃなかったか？だから可愛いんじゃ不良。それは昨日のトークテーマだろ。今日は新しい専攻の話だよ。あ、そうだったな。新しい担任。どんなやつかな？うざかったら覚悟だぜ、ふふ。そいつが来るのは週明け月曜か。楽しみだぜ。俺がお前らの担任になった極悪苦労だ。なんという名前。なになに、聞いたところによるとこのクラスは問題児クラスで、前の担任の新人先生じゃどうしようもできずに変わったとか。まったく、最近の若い先生はダメだな。俺がこのクラスを叩き直してやるから覚悟しろ。ぐ、なんという高圧的な態度。当たり前だが授業中の死後は厳禁、宿題忘れたら罰、遅刻も罰、とにかくビシバシ厳しくやっていくのでよろしく。うざすぎる。ちごたえ、犯行は断じて許さん。それじゃあ朝の会はこれぐらいで一旦終了。1時間目は確か国語だったな。財務なった時には全員着席、教科書ノートなどしっかり机の上に準備できてる状態にしておくこと。それじゃあまた後でな。うぜー。なんだあいつマジで超上から目線。先生はめっちゃ偉いとか思ってる勘違いタイプね絶対。どうする？もちろん。当たり前よ。全員でボイコット。あんなクソみたいな指導方法で、生徒を思い通りにできると思ったら大間違い。ひたすら反抗しまくってやりましょう。思い知らせてやるわ。おいこらお前ら、何やってんだ、もう授業始まってるぞ。ねえねえ、昨日のドラえもん見た？見た見た、マジ J1 かっけえ。不良のお手本だよなあいつ。教科書とノート出して、前を向け。てかなんかこの教室息苦しくね。いい加減にしないか。大人を、先生を舐めるなよ。うっざ、マジうっざ。屋上でも行くか？そうだな。賛成。お、おいこらどこに行くんだ。ふ、これが問題児だらけの5年2組か。いいだろう、二度と反抗できないように指導してやる。おいお前ら、なんで宿題やってきてないんだ。いやーすいませんね先生。やる気はあったんですけど、先生の教え方が下手すぎて、全然わからなくて宿題もできなかったみたいな。あ、私も一緒ですってことでじゃあ。おいこらちょっと待て。おい高橋美駅、今日で3日連続遅刻だぞ、どうなってるんだ。すいません先生、靴紐がめっちゃほどけちゃって、それで遅刻しちゃった感じっす。なんだそのアホみたいな言い訳は。自分は普通に学校行きたくないなと思ってたらいつの間にか時間過ぎてましたすいません。ふざけるな、そんな理由が通じるか。いや遅刻した理由聞かれたから正直に答えただけだし。それじゃあ。おいこらまだ話は終わってねえぞ。こうして反抗し続けた結果、イエーイ。あいつ、ついに自分ではどうしようもできないと校長に維持した移植。ふ、勝ったわね、生徒舐めるな。視聴者様、黒歴史エピソード。大嫌いだった先生、クラス全員で反抗、自主退職に。はい、こちら黒歴史茶番のコメント欄でいただいたもの。こんな学園ドラマのようなことが実際に。ついつい目を奪われたので今回茶番に。まあ世の中には本当に理不尽で意味不明、信じられないような先生とかもいるけど。一体どんな先生だったのでしょうか。ということで以上、今日はちょっとシリアスなリアル黒歴史茶番でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。